Hey guys, Pau, no behind you keep fire out! お久しぶりです。ということで今回もマリオカートエイデラックスやっていきたいと思います。今回はしっかりとサブクエストを持ってきました。今回のサブクエストは世界で一番切れやすいゲームでも坊ちゃんの声真似をしたら絶対に切れない説をやっていきたいと思います。世界一切れるゲーム判定となっております。よし、やっていくぞ。第一レースはレインボーロード。みんな知ってるレインボーロードのこの石、すごい綺麗。アメジストやダイヤモンドを使ってるに違いない。じゃあ気持ちいい。ちょっと待てよ、これ坊ちゃんじゃないかもしれない。でも頑張る。この企画の趣旨は切れないことが大事。いつも怒って切れてるからプレイを乱す。でも坊ちゃんのマインドなら怒らない。これ大事。多分テストに出る。よし、今は10位だけど、これから上がって1位を目指して風間くんに自慢する。ばあ、ちょっと待って、ツバがすごく飛ぶ。どれぐらい飛ぶかというと、うわ、飛ぶ。これは飛ぶ。うわ、食ってみな、飛ぶぞ。さあ、やっていくわ。ちょっと待ってちょうだい、ちょっと待ってちょうだい。あの口調がいつもの雪ドラになりかねない。口調が変わるのは仕方がない。まあこれ100円ゴッドってやつが赤コーラ持ってるからわざわざ前に出る必要はない。やばい、お前後ろに投げたらしばく。よかった。うわ、逆取り入れた。間違い、雷を予言していたけど当たったから意味ない。ちょっと待って、壊滅的に声が似てない。踏んだやつ誰。あ、まあまあまあ、危ない危ない危ない、怒るところだった。死ね、間違えた。これはミスった。これはちょっとミスった。今回はNG カットでお願いします。うわ、危なし、危なあ、わしカットでお願いします。ぶわあ、第2レースはネオクッパシティ。ここいい、ここはじゃあ、ま、目指すは1位。切れる動向よりも1位を目指す。ネオクッパシティ、サワヤンゲームズを見てたらわかる。僕の頑張れる知識で1位をもぎ取る。それが、あ、赤消しする、しっかり。いいし、悪くない。出だしはかなり順調に人、あ、赤消しむずい。でもまだ1位。コイン大事、コイン守る。ブレーキ大事、落ちないの大切。よし、悪くない。コインだから、持ってるのはコインだから、アイテムはケツ守る。僕しんちゃんみたいにすぐにケツ出さない。ケツ守る。でも危なしえ、あたしじゃないわ。僕に赤コーラ飛んでくるかと思ったら、まあこれは青コーラいってるから、まあこれは2待ち大丈夫。危ない。激戦区なう。これやばい。スマブラ、やってるゲームスマブラ、危ない。うわー、赤コーラ、あー、僕、まあ、僕だった。いや、大丈夫。まだ4位で耐えてる。これ、全然チャンスある。機械と書いて、チャンスと読む。チャンス逃したやつ、負ける。僕、逃さない。よし、木野さん来た。マジ、ワンチャンスある。確定演出の声、聞こえる。どこで使うかが、かなり肝になってくる。ブワー、ここで一回、青コーラし、ブワー
青コーラしっかりかわした。でも踏むんじゃねえぞマジで。あいつ雷回避してる。ダブルアイテム、うわあ、ダブルアイテム取れない。終わった。でも大丈夫、やり合ってくれ。100円ごと、またお前か。でも僕赤コーラだ。もうなば、じゃあじゃあ、うわ危ない、ブレーキ必須、落ちたら負け。見えない、バイが見えない。うわあ、あエネル再来。待って、うわあ、コインだらけ、気持ちいい。ちょっと惜しい、マジワンチャンスあった、この試合惜しい。バー、第3レース、マリオサーキット、僕の得意ステージと言っても過言じゃない。このステージ打開が強い。でも最初は前に出てコインを集める。インコースの全部もらった。これどうしよう、前張るのもあり。でも打開強いの知ってる、前張る、僕ならできる。よし前張る、ちょっと前張ってみようかしら私。あば、いつものやつが乗り移ってくる。ダブルアイテム、しない。ああ間違えた間違えた、今のは間違えた、反射的に出たやつ。これはちょっと打開する。打開する理由は、まあ、まさっきの試合で雷2回降ったから、この試合も降るに違いない。降る、絶対降る、勃起。さあ、まあアイテムがすごく大事。でもコイン10枚ある。被弾しないことが今やるべき最善策。木野さん弱い、弱いけど裏にスターが引けたら強い。どうする、どうする、おう、ブワーシュ、スターコイン、スター、スタージュン、スタージュン欲しい。うんち、爆豪勝つき、わあミスった、地声出た、死ね。あ、また間違えた、もうなんでそんなこと言うの。さあ坊ちゃん復活、こっから打開する。打開において大事なの、それは雷回避。よし来た、降ってちょうだいたけしさん。うわ弱くはない、多分降って、降ったら勝つ、降ったら勝てる。よっしゃいー、ベン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 ベイー、やばい、うわばばば、頼む、はい間に合っていく、これ、ボー、ボーちゃんならいける、頼む、ママー、ボー。第4レース、第3レース、惜しかった、僕ならいけた。何が反省点だったか、防御アイテムがあれば勝てた、悔しい。まあ仕方がない、このゲームは運ゲー、いつか運が来ると信じるしかない。そういえば最近サワヤンさんがあの配信やってた、なんか上手くなる配信的なやつ、あ、僕じゃできなかった。サワヤンさんあそこがニスクできてた、僕できない、まだ成長足りない。ダブルアイテム取れ、取れなかった、ヨッシーに取られた。まあ赤コーラケツにつけるから大丈夫、しんちゃんみたいにケツ出してない、危なー。まあこういうこともある、だから大丈夫、まだ全然ある、サンダーが降る可能性もある。でも青コーラいつか来ると思う、まずはコイン、コイン大事、これ、はい、うんち、ダブルアイテム取りたい、素晴らしい、コイン大事、コインがあともうちょっと欲しい、足りない、3枚、いや取れないか、まあ仕方ない。ちょっとこの声むずい、青コーラ言ってる、いいよ悪くない、この順位ばあちゃんまだ悪くない、はい、もうだれミスった、もう一人の僕出てきた、まあそういうこともある。いや待って、マジ1位取りたい、ガチで取りたい、本当に取りたい、これマジマジマジの実の能力者、危険のエースバーリナイ、やばい、
毎回フルの何これ、マジで打開の方がいいんじゃね、これ木野さん来い、ワンチャンある、来い、うわしゃい、マジワンチャンセールぜ、飛ばすぜベイビー、ティアンディバロチクショー、テレーテレ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 、バロバロバロー、あーうえーきーバナさんで、なんで、なんで被弾したんだよ、うわバー、これだけ言わしてくれ、ニンテンドーシャー、なんで今さっきの当たんだよ、キモいこのゲーム、うぜえ、死んじまえ、このクソゲーが、マジなんで、いやいや、今の絶対誰しもが雪ドラ1おめでとうそう思ったに違いない、でも結果5位、なんてやねん、これはマジわけわからん、これだから嫌われんだよ、このクソゲーが、死んじまえ、あもうダメ、バー、僕坊ちゃん好きな食べ物石、嫌いな食べ物椎茸、椎茸の丸焼きなら食べれる、コイン大事、10枚ゲッチュ、なんで今さっきのマジ当たったんだよバナナ3つ展開してたのになぜ当たった、ニンテンドー教えろ、どうせまた雷降る、それわかるから、僕無敵欲しい、無敵が欲しい、どうせ降る青コーラ2つ来る、だから1位にはあまり出ない、僕坊ちゃんマジでワンチャン今回も1位ある、みんな見てて、坊ちゃんの確定演出、青コーラ早く来い、いや来い、10枚だしね、いやマジワンチャンあるぞ、うわっあいつ事故っててわろた、でも僕キノコある、青コーラ防げる、うわあしゃないすバイバーイ、1だ前を張るだけ、サンダーマジで振るな、サンダー振ったらこの世の終わり、でも僕僕坊ちゃん21歳、大丈夫、青コーラ来るって僕信じてる、大丈夫、青コーラ絶対来る、おっしゃい、ワンチャンありますぜ旦那、ポイナちゃんこれで2位のやつバイバイさよなら逆転ホームラン、はい坊ちゃん神ゲー、マリオカート神ゲー。